ツーソンはアメリカ海軍のロサンゼルス級原子力潜水艦の59番艦。艦名はアリゾナ州ツーソンにちなんで命名された。その名を持つ艦としてはアトランタ級軽巡洋艦8番艦以来2隻目。ツーソンの建造は1988年6月10日にバージニア州ニューポートニューズのニューポートニューズ造船所に発注され、1991年8月15日に 寄港した。1994年3月20日に、ダイアンシー・ケント夫人によって、命名、浸水した。当初は1995年8月18日の収益予定であったが、ハリケーン・フェリックスがバージニア沿岸に到来し、海軍はハリケーン上陸に備えて、艦艇の被害を防ぐために艦隊を出航させた。ツーソンは、 ハリケーン上陸予測が変わった場合、最後に出港することになっていた。結局ハリケーンは上陸しなかったが、通村は8月18日には公開途中にあった。帰港の途中に収益式典は9月9日に行われることが直ちに決定された。収益式典で艦長のデュアン・エムベーカー中佐は、これからの2時間は公式には8月18日であると宣言した。 1996年6月、ツーソンはニューポートニューズで経流中にジリランドと衝突した。突然の暴風は経流されていたジリランドを押し流して、ツーソン及び他の駆逐艦に衝突させ、湾を横断させた。駆逐艦は大きく損傷したが、ツーソンの損傷は外角部分の軽微なものであり、ブラマイナス34はアンテナ1機が破壊された。 1996年9月から1996年10月まで、ツーソンはその母校を変更した。ツーソンはノーホークを出港し、パナマ運河を通過、カリフォルニア州サンディエゴに5日間停泊した。アリゾナ州ツーソンからの訪問者たちが3度に分かれて、ツーソンに上巻、短い巡行が行われた。サンディエゴへの訪問後、ツーソンは巡行を続け、 真珠湾に到着した。1997年2月に最初の西太平洋配備が行われた。配備の直前、国際連合とイラクとの間で対立が緊迫していた。イラク政府は国際連合大量破壊兵器、廃棄特別委員会の査察を妨害した。ツーソンはペルシャ湾に展開した後、8月に真珠湾に帰還した。PBS による シリーズ、ノバのエピソード、バトルグループスが撮影されたのはこの期間中のことで、ある。2004年5月19日に通ンは、西太平洋配備に向けて出航した。ありがとうございます。